皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか今日もご一緒に日本語を勉強していきましょう。今日は、対象、対比の表現について勉強していきます。最初の表現は、一方、一方でという表現です。これは、ある事柄に関する2つの面を挙げて、対比、つまり比べるという表現です。別の面から見ると、もう一つの側では、 というふうに、二つのことを比べるときの表現です。では、例文を見ていきましょう。マニュアル通りにやればいい仕事は、楽な一方、退屈でもある。マニュアル通り、マニュアルというのは、説明書、説明書ということです。この通りというのは、同じようにという意味ですから、説明書と同じようにやればいい仕事は、楽な一方、退屈でもある。 楽な一方、楽という面もありますけれども、別の面では退屈でもあるというふうに言っているんですね。この楽というのは、優しい簡単という意味です。このように、楽と読んだ場合は、簡単という意味なんですが、送り仮名をつけて楽しいといったときはまた意味が違いますから、気をつけてくださいね。おじは作家として一本立ちする前は、会社勤めの一方で小説を書いていたそうだ。おじ これはお父さんやお母さんの兄弟の弟にあたる人です。同じようにお父さんやお母さんのお兄さんもおじというんですが、漢字がまた違います。作家として、この何々としてというのは身分や立場、つまり作家という立場で一本立ちする前ということです。一本立ちというのは一人立ちということもあるんですけれども、一人前にという意味です。 会社勤めの一方で小説を書いていたそうだ。つまり、会社勤めとは別に、会社勤めとは別に小説を書いていたそうだ。となります。このように、会社勤めの他に小説も書く。このようなことを,二を,二を、二足のわらじを履く。二足のわらじを履くという慣用句で表現することがあります。つまり、二つの職業を持つという意味です。 現在はマスコミによる報道の一方で、インターネット上ではより多角的な情報が流されている。マスコミ、これはマスコミュニケーションの意味ですけれども、マスメディアの意味で使うときもあります。新聞やテレビなどの報道ということですね。マスコミによる報道の一方で、インターネット上ではとありますけれども、この報道の一方で言い換えると、マスコミの報道とは別に、 マスコミによる報道とは別に、インターネット上ではより多角的な情報が流されていると言い換えることができます。多角的というのは、多方面にわたる、多方面にわたる、いろいろな方面にわたるという意味です。ここ数年、景気は悪くなる一方だ。ここ数年というのは、大体、今、現在を中心として、2、3年という意味です。 景気は悪くなる一方だ。悪くなっていく方に偏っている。という意味ですね。この一方というのは、その方向に進んでいる。つまり、この場合は、悪い方向に進んでいる。という意味になります。進んでいる。という意味になります。